はいどうもこんにちは。この動画ではチャーリー・ウィンストンのアルゴリズムのように表情や動き、そして存在自体がバグったような表現を作る簡単な方法を解説していきます。今回のテーマは切り抜くということで、主にマスクを切ることとロトブラシ、この2つの切り抜きの方法をご紹介します。マスクを切る手作業の方法とロトブラシを使った自動で切り抜く方法、ぜひともできる範囲でチャレンジしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まず基本的な考えを伝えるために、ここでは何も映っていない背景の動画を挿入しておきます。実は撮影の時にここでミスをしたんですけれども、窓が開いているためカーテンが動いたり、空に雲があったので明るさが変わったことで2つのクリップを合わせるのが難しくなってしまいました。時を止めるスタンドを持たない限りは、なるべく変化の少ない背景を使うようにすると編集しやすくなります。続いては人物が映ったクリップをここに挿入して背景と同じサイズに調整しておきます。そしたら今回の動画の基本的な作業ですが、ペンツールを使って対象物をマスクで切っていきます。まずはこの人物の周りを適当に切り抜いていきましょう。切り抜き終わったこのレイヤーはソロレイヤーのスイッチをオンにすることで、こんな感じで切り抜かれているのがわかりますね。やはり明るさが変わってしまっているので、2つのクリップの明るさが違うのがこれで明らかですね。ということで、境目を合わせるテクニックとして、キーボード F でマスクの境界のぼかしというのを開いて境界線をぼかしていきましょう。さあ、すると確かに境目は目立たなくなりましたが、下の方が透けていてお化けみたいになっておりますので、もう少しマスクの範囲を広げておきます。さあ、これで準備は OK。そうしたら続いてですが、ここで無理やり瞬きをさせる方法を見ていきます。基本的に今やったことを応用することで、表情を細かく動かすことができます。ということで、ソロレイヤーでとりあえず人物だけを表示しておいてから、瞬きに使えそうな目を閉じている箇所を探しておいて、これをコマンド D で複製しておきます。このクリップを選択している状態でコマンド Alt T でタイムリマップ使用可能というのを開いておいて、時間をキーフレームで表示するようにしておきましょう。そして目を閉じているところでキーフレームを打っておくことで、このキーフレームを打ったところでは目を閉じているフレームとして記録してくれます。そうしたらこの目を閉じているキーフレームに対して右クリックを押して、時間のところからフレームを固定というのを選択しておきます。これで時は止まったぞということで、写真の出来上がりですね。さあ、それではここから最初にやったのと同じ手順でペンツールに切り替えている状態で左目をえぐり取っていきましょう。ミレニアムアイを埋め込んで遊戯ボーイと言いたいところですが、普通にえぐり取っていきます。今このクリップには2つのマスクがありますので、最初に作った方のマスクは削除しておくことによって、左目だけが空中に浮かぶようになります。さあ、そうしたらこの左目ですが、人物だけのクリップの左目のところに合わせておいてから、またまたマスクの境界のぼかしを表示しておいて、周囲をぼかしてなじませてあげましょう。これは最初のやり方と同じですね。この目を閉じたクリップはオルトカッコで陰点を決めておいてから、ちょっとだけ進めておいてアウト点も決めておきます。ただこのままだと下の顔の映像は動いておりますので、左目の画像が浮いているような感じになってしまいます。そこで左目の画像クリップの位置を表示しておいて、キーフレームを打っていきましょう。そして顔の動きに合わせてこの目のクリップも位置を動かしておきます。この2つのキーフレームによって映像と画像の動きが合っていれば OK です。複雑になる場合はこんな感じで手作業でキーフレームを打っていくことがあります。さあ、これだけでも一瞬映像がバグってウインクをしたかのように見せることができました。意外とシンプルですよね。これを例えば眉毛だけとか口だけとか、いろんなところで試すことによってバグった感じになります。そうしたら続いての切り抜きの方法として、ロトブラシツールをご紹介していきます。手作業で切り抜くのが面倒な場合はこれで自動で切り抜いていきましょう。ということで、クリップを複製してモグロ複像みたいな笑い方のこのフレームのところから使っていくことにしましょうか。先ほど紹介したマスクのやり方だとめっちゃ時間がかかって嫌になってきます。まあ実際こうやってワンフレームずつ切る方が質が高くなることもありますので、やる時もありますが、さすがに今回は面倒です。そこでロトブラシツールなるものを使っていきましょう。そしたらこのクリップをダブルクリックすると、レイヤーのパネルが開きますので、まずブラシのサイズを決めていきます。コマンドキーを押しながらドラッグすることで、ブラシのサイズを変えていくことができます。ロトブラシツールを使うときは、映像クリップとコンポジションのフレームレートを合わせる必要があります。ということで、コマンド K でコンポジション設定を開いて、ここからクリップと同じフレームレートの 23.976 のフレームを指定していきます。
そうしたらこれで切り抜く範囲をブラシで指定することができますので、ざっくりと人物に沿ってブラシを描いていきましょう。細かいところとかは画面を拡大していってから、ここでブラシのサイズを小さくして調整していきます。オプションキーで範囲を削除することができますね。そうしたら続いては髪の毛の部分を見ていきます。ロトブラシにはエッジを調整ツールというのがありますので、これを選択することで髪の毛みたいな細かい部分も調整して切り抜いてくれます。ここがマスクと大きく違うところかもしれませんね。ということでおけけの部分を選択していきましょう。髪の毛の部分が白で表示されていますね。あとはスペースキーで再生をすると自動で選択した部分の動きを解析してくれて切り抜いてくれます。細かい部分などはどうしても選択範囲から外れてしまうこともありますので、こういう時は手作業でワンフレームずつ合わせることもありますが、全部マスクを切ることに比べれば楽な作業なのかもしれません。さあ、これで元のコンポジションのパネルを開いておいてから、今切り抜いたクリップのソロレイヤーをオンにしておくことで、こんな感じで切り抜きが完了しています。背景がごちゃごちゃしてなければクロマキーとかで有名なキーイングができますが、どうしてもこの状態から切り抜きしたい場合は今回のようなロトスコープを使ってみてはいかがでしょうか。今回は試しにこのクリップを複製しておいてから画面の右の方向にスライドさせていきます。とまあこんな感じで人物がダブったようなバグった視覚効果も作ることができますので、ぜひとも真似してみてください。それでは今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。